レッツゴー。というわけで今回がニュースーパーマリオじゃない、ニュースーパールイージ2をやっていこうと思います。というわけでここのね、店やってきたんだけど、スターワールドなんかあるんだよね。これどうしよう、ゴールドフラワーとかだったら。しゃあ、俺のゴールドフラワーが返せ。というわけでなんか、スターにされてしまいましたね、俺のゴールドフラワー。というわけで今回からルイージ、ニュースーパールイージ2やっていくというわけで、裏面攻略、ここから難易度やばすぎ、パン、オッケー。なにこれ、めっちゃ、なんか足元ブロックだけど、なんだこれは。ファイヤー、ファイヤー前提か。まあ別にカモンが、これのこのこ倒すべきじゃなかったかなって感じはする。これ全部ブロックだね。つまり崩せるな。恐ろしいこと、これのこのこ出しちゃっていいのかな。まあ、一回ちょっと投げてみるか。はい。はいはい。で、おう。おう。おう。これはただ単に永遠に反射するだけのノコノコでいいんかな。なんかそう臭いな。ただファイヤー放っとくか。うん。で、ファイヤー放っとこう。いなくなっちゃったよ。で、これでスイッチ押すことによってあれか。これが閉まるような感じ。これなんか逆に押しちゃダメとかもありそうじゃない。裏面だしね。てか、裏面夜なんだね。うわ、ここの感じめっちゃ怖い。めっちゃこのブロックの感じ俺苦手よ。で、ここなんかスターコイン1枚もないんですけど、すいません、これゴールドフラワーないとダメとかだってします。なんだ、お、これはヒップドロップしちゃって平気ではないな。なんだなんだ、なんかあるな。 P スイッチ、 P 水ですか。待って、若干届きづらいな、若干届きづらいな。 OK で、これは、え、は、まさかここら辺か。うわー、ちょっと待って、お前閉まんなよ、閉まんない。しかも何か、スターコインじゃねえな、なんかスターコインじゃねえぞ、いつもと違って。なんだあれ、ちょっと待って、これゴールドフラワーあった方が楽だったか。一回死ぬ、一回みんなちょっと死んでいいか。いや、スターコイン全部一回に返したいから、ちょっと死にます。ごめんな、ルイージ。よいしょー。だけど押してって、あれどういくのが正解なんだろうね。ちょ、あれどういくのが正解かわからんなって感じはする。あれ何なんだろうこれ。え、どう取るのが正解これ。やっぱタイミングよく降りる的な感じなんかな。え、絶対鬼畜だよねこれ。え、何、どう取るのが正解なのこれ。え、っていけなくない。確かここら辺で落ちるよな。ちょっと待って、大砲あるんかい、下あるんかよ、下あるんかい、知らなかったよそれ、下あるんだ。勇気を振り絞れ的な感じだったんかな。だとしたらごめん、全然勇気なかった。俺は勇気があれば何でもできなかったわ。で、あれなんだこれ、何、いやちょっと待って、これでも下が正解なんじゃないか、さっきの感じでいくと。ちょ、行ってみて、一回行ってみます。死んだ。普通にした。え、なに、あそこまでノコノコ持ってこいと。これどう行くのが正解なんだろう。だって壁ジャンして殴ったところでだよな。やっぱノコノコがどっかにいるから、それが必要って感じかな。ありえるな。ありえなくはないよな。どうすればいいんだろう。あれ、ノコノコやっぱ必須なんかな。もう、先にいるノコノコ。それ次第だな。ノコノコいるか次第。ノコノコいるかと言われたら答えてあげるが世の情けって感じだけど、いねえし、なんだありゃ。いるじゃん。いるってことは、こいつをうまく使えってことか。こいつをうまく使えってことなんでしょうね。ちょっと待って、ここダメだった。あー、しかもあれ壁ちゃんができない。うわ、ここ苦手。どれぐらいタイミング投げるべきかだよな。ここむず。というわけでみんな一回戻ってきたんだけどもさ、これどこら辺が投げる？ここ？取れたけど、あーあーって感じ、ほんと。めっちゃ喉うがいみたいになったわ。おお、すげえ、なんだ今の踏み。見た、みんな。めっちゃ多段踏みしたよ。でさ、これさ、一回あれ、豆の木取ってきた方がいいのかなと思ったんで、ここら辺。オッケーで、ここら辺で取って、冷静にジャンプ。オッケーオッケー。さっき焦っちゃったからね。で、これ、あ、2枚目？あ、2枚目なの？え、だって隠しゴールって概念ないでしょ、これ。え、じゃあ、え、一直線だったよね、ここのステージ。つうことは？豆の木は何？じゃあ、気になるのは一回ちょっと行ってみていい？ちょっとノコノコ、このノコノコ釣り一回ちょっと戻ってみていい？死んだらごめん。一回ちょっと戻るわ。一回ちょっと戻ろっか。そうしよう。
で、ここだったよね、みんな。ここ、オッケー。ちょ、危ねえ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。落とされるかと思った。で、とりあえず出してみて、これ何？え？なんだ？え？何？なんかあるんだろう。多分あれなんかだろう。待って、ちょ、叩かすと。ちょ、全然叩けない。危ねえ、一回ちょっとこれ出そうか。ファイヤーかいいや、いらな。俺何のために戻ってきたのこれ。ただ単に捨て身じゃん。え？はぁ、あ、ただ単に、なんか戻ってきちゃっただけじゃん。なんだったの？なんだったんだよ、ほんとに。普通になんだったんだよ、ほんとに。ちょっと待って、普通に訳わかんないよ、ほんとに。普通に訳わかんないし、もうなんだったんだよ、俺なんだったら言ったんだよ。で、3枚目は？ 3 枚目どこにあるのこれ。で、これ何？あ、ピースイッチある。あ、しかも普通3枚目あるし。普通に3枚目あるしね。普通にあるじゃん。で、これまぁ取っちゃっていいでしょ。で、これ何？ピースイッチ押したらどうなんの？ルイージでーす。オッケー、これゴールしよっか。何だったの？隠しボールやっぱないね、もう。だから普通にクリアしよっか。え、めっちゃ苦戦した。じゃあ次、スターノにやっていきましょうか。気を取り直して。いや、まあ今のところやばいステージしかないってのを分かってる。まあいつものことよ、スターメンは。スターメンはいつものことよ。わ、次なんだこの、お尻みたいなマーク。お尻みたいなマークとしか言いようがないけど。お尻みたいなマークしか言いようがなくないか、あれ。で、タヌキね。ケツ、なんかケツステージなのかな、ここ。なめんなよ。鋼のケツを持ってるルイージだったら何の問題もない。なんだここ、めっちゃぬるくね、急に。どうした？さっきのやつに比べめっちゃぬる。これなんだ？これなんかあるか？で、叩いて。一回ちょっと投げとくか。で、一回ちょっと一回、ポーンって戻して、別に特に何もないかな。一応、のこのコマ投げ捨てだけ投げとくか。普通に攻撃して殺すよりかは、ああやってやっといた方がいいんで、これはなんだ？豆の木、豆の木はないとしれって感じか。で、これ真ん中は別に何も捨てあいつだけか。あ、別にで中間で、まあ、今で一、うえぇ、これはちょっと、このノコノコくんの力をお借りしたいね、って感じがすんね。これちょっとノコノコくんで行くことが正解な気がするよね。で、2枚目か。で、Pスイッチ。で、金がめっちゃ出る。別に金が出たところで感は否めないな。で、これはまあ、おー、で、普通にあれね、ちくわを利用したジャンプね。ちくわり、まあ、ちくわりはまあ、ぬるいからいいんだけど、え、もう3枚揃ったぞ。え、ぬる、さっきの一番最初のステージに比べてぬるすぎない？ぬるすぎ？で、隠しも特にないしな。で、隠しあるわけじゃないしね。なんだこのお尻ステージ。やっぱケツってこと？めっちゃ下品なステージだったが。まあ、とりあえずクリアできたんでいいでしょう。オッケー。おほー、ナンバーワーイ。かわいいルイージ。もうこれだけ許せるわ。さっきのステージの鬼畜さも。さあ、というわけで次、星野さん。星野さんですね。さあ、行きましょうか。たまに重なり。合うようなって感じだね。で、おい、一気に雰囲気変わるじゃん。で、何ここ何アリスト何ユーストなんでそんななんかありそうな何もない。めっちゃバッタン大変だね。ご苦労様です。今回もお勤めご苦労様ですって、ちゃんとね、気にかけること大事ですよ。これな、上いけねえじゃん。タヌキか。タヌキってわけでもないような感じがしなくもないんだが、いや、行ってみるか。おーい、こんにちは。オッケー。で、何ですかここは。うお、シルバーメタリックルイージー、かっこいい。でもこいつら、おぶね、倒れてる時しか攻撃判定ねえの。お、お化けすら浄化するこの炎。あ、嘘。嘘。そんな、まさかこれがデメリット。おお、あー、なんてことだ。スターコインが、俺のスターコインが、ルイージのこのシルバーメタリックで全て蹂躙される。怖さないよ、ルイージ次は。なんもないじゃん。どういうこと？いや、届きそうだな。行くぞ。ほっ。ちょっと待って、これ普通にむずい。ちょっと待って、これ普通にこれ。タヌキ出した方が良かったんじゃない説まであるよ。ねえ、届かない、この思い。なんもねえじゃん。どうすりゃ届くのこれ。ちょ、普通になんか、取るん、さっきのステージ比べてめっちゃ取るの至難じゃない？どうした？さっき、うわ、出るんかい。なるほど。奥の方まで行くと出る的な感じ。なんだよ、2枚目だよね。そうだよね。絶対そうだもん。ちょ、さっきのやつも出たんかな。バッタン君ちょっと倒れてくんない？オッケー。で、バッタン君、おびき寄せの、おい、槍の、
上になんもねえ。これこいつらのジャンプを利用しない。おお、まあいいんじゃない。逆にこれで逆に1枚目取れてても過言じゃないのでは。いけ、ちょっとこれ目押しよう。タヌキ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 、オッケー。でこれでピーパタ使って1枚目取りに行くか。そうだな、これちょっと待ってね、一回ちょっと出しつけたいな。一回ちょっとある程度出しつけての、あーでもダメだ、ここ水が多いな。最初から行くのがベストか。オッケー、みんなピーパタに状態してきて出張ったいたよな。え、嘘だお前、こんだけ思わせぶりしといてねえは。ちょっと待って、歯だよ普通に。え、エヴァンゲリオン歯って感じだよ本当に。ちょ、どうしてくれんの、どうしよう、どうしよっか、普通にどうしよっかね。これなんかある、上に。あ、豆の木ある。絶対これは多分3枚目っしょ。1枚目は、あの、すいません、1枚目って見てやせんかね。で、これ、タヌキ前提ですね。で、上行きましょう。タヌキ前提で、この、こいつの裏にスターコインあるだろう。スターコインかわかんないけど、あれ。で、まあ、タヌキは失ったが仕方あるめ。仕方あんめえよ。スターを全然使わねえ男よ。まあ、スターはまだ後に使うんでいいんじゃねえかなと思うんだけど、問題は3枚目というかね。1枚目がね。1枚目がまるでね。よっ！おぉ！どういうこと？バッターのあれ当たんないんだな、あんまり。あ、いて、これお前は当たるわ。ごめん、一回ちょっとゴールするわ。1枚目はちょっと散策必要だね。1枚目ってどこ？メイディ。いっちゃん怪しいな、ここよな。ここいっちゃん怪しいけど、なんもないんよな。ここいっちゃん怪しいと俺睨んでんだけど、なんもないっすね。ここもなんか金がある程度で、それ以外なんもないもんね。上にゴールドがあるぐらいだもんね。で、まあバッタン倒してって、実はバッタンあたりがスターコイン持ってると。いや、待てよ。一つだけさ、なんか隙間空いてる場所なかった、この水のとこ。気のせいか。水の中にありそうな感も否めないよな。ここじゃね？ここだ！こんな場所あったのか。これスター。え、こんな、普通なんだ。ちょっと待て、このスター使っちまうか。スター使おう。はい、てん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 、なんか簡単になった。だんだんなんか簡単になってる。だんだんなんか簡単になった。めっちゃ逆流。めっちゃすごい。時代の波に流された。まあ乗るしかないですよね、このビッグウェーブに。まあというわけで、もうあとは普通にゴールするだけなんで、ゴールしてきまーす。さらばー。なんか、難しいものと簡単なものがめっちゃ分かれてる感あるね。まあ、というわけで、ちょっとなんか、こう、8ステージ分あるっぽいから、そうだね、次回最終パートにして、今回はここで区切るからって感じかな。というわけで、ここラストしてみましょう。今度、いきなり万年、いきなり万年、なんだあれ一般通貨含まんねん。挨拶しに来たんかな、二度が来んだよ。オッケー。で、これで、豆は、なぜファイヤーを垂らした。じゃあ最初に。嫌がらせかな。おいおい、フグマンデンと豆の最初は最悪なんだ。危なかった。これほんと怖いよ。え、スターコインがねえな。これっぽいものがない。これでもし豆必要せなかったら、俺は本当にフグマンデンに怒る。フグマンデンに切れるわ。フグマンデンに全ての怒りを込めてカメハメハ打つわ。おい、危ない。でも意外と水面受けるから、そういう避ける面に関してはいいんだけどもさ。これもしかして。おい、あるよね。そうだよね。絶対あると思った。この異常な謎の高さあったもんね。で、おい、ちょっと背中お借りします。顔面だったけど。顔面をお借りします。今度は水がせり上がるタイプだね。珍しい。急にパタパタとかいねえよな。それが怖い。もうさすがに豆意味ないかな。一応ちょっと、豆なしちょっと行ってみて。なんかここでもう豆の必要さあんま感じられなくなってきた。豆いるかと言われたら正直微妙な感じしない？俺はあんま豆の必要性を感じなかった。なので今回普通にもう、ただ単に豆は俺の邪魔をしたっていうことだけを覚えて帰ってください、皆さんも。で、これはなんだ？こっち側に行けってことか。赤コインがあるな。赤コイン取っといた方がいいんかな。一応取っとくか、今。普通の通常状態だし、めっちゃ普通にいっぱいあるな。で、ここに8枚目。なんだ？ファイヤーか。ファイヤーだと万年やれるからな。この多分、この子は万年をやれないような人の用のための救済措置って言っても過言じゃないのではと思うんだが、ここなんかある。ん？なんかある。あ、あれか。金目スロットか。ちょっと待って、スターコイン2枚目以降ないんだけど。はっ、ちょっと待って。こんなないことある。ん？すいません、のこのこ先輩、見てません。
見てないっすか。そうっすか。なんか、ここでもう豆の必要さあんま感じられなくなってきた。豆いるかと言われたら正直微妙な感じしない。ただ単に豆は俺の邪魔をしたっていうことだけを覚えて帰ってください皆さんも。うわー、なんか急に豆要求してくるでも2枚目が結局ないから移民がないって感じはするった。おー、邪魔。オッケー。あるじゃん、普通に。なんだこれ。おー、ポン。いや、3枚目だな。やっぱ豆だな。豆っぽいっすね、この感じ。この感じ、豆ですわ、必要なの。やっぱこのご時世何が大事なの、豆っすわ。ごめんなさい、俺は豆をずっと信じてあげるべきだった。俺が信じなかったのが悪い、消え失せろ。オッケー、フグマンね。二度とその面見せるなーって、もうピッコロさんみたいになるわ。メイディ。おし、みんな到着したわ。で、ここでちょっとここら辺で、入りたい。危ない、怖い、やだ。で、フグマンねいねえわ。あ、よかった。ここでフグマンネいた。俺は死んでいた。おー、お邪魔しました。で、あとはゴールするだけでもう普通にもう俺はファイヤー使いますよ、ほんとに。ちょ、待って。待って、ファイヤーが、俺のファイヤーが、ちょ、待って。かー、危ねえ。ありがとう、のこのこくん。助けてくれて。ベリーサンキューって感じ。危ない。わ、あ、ここまでこれま来てみろよ、フグマンネさんよ。たらこ唇、あたしんちのお母さん。オッケー。じゃあな。オッケー、じゃあみんな、今回の動画ここで終わるわ。じゃあ次回はいよいよ最終回かな。もしくは番外編があるかもしれないんで、それもお楽しみに。多分金集めの、まあ、番外編になるかどうかわかんないな。最終パートのおまけとして追加される可能性もあるんで、まあ、それも一応お楽しみください。それじゃあ次回の、まあ、多分最終回になるだろう、次回でまたお会いしましょう。バイバイ。